たり前だ。どうなった？奴の内部に侵入した。本体はどこだ？レウスが因果要塞と融合している以上、奴はマントラの制御中枢にいるに違いない。そしてそこにはミスラ様。ミスラがここにいるのか？そうだ。中枢へ向かうぞ。マントラへと変換するロシン。破壊すればレウスへのエネルギーの供給は止まる。どうする、アスラ？レウス、いや、実生点の力の源を人に話し、1万2000年の間ドーマと奪い合い手に入れる。貴様らどれほど人間か。7兆人その魂をドラゴンアストラを放ち、ドーマの根源たるトリプラを倒す。それが大回転だ。クーデン、そうだ、俺はミスラを奪い返すだけだ。エクソ、ああ、俺の制御のための中枢の力だ。
他な者どもよ、真に戦うべき敵は人類を滅ぼそうとする星の意志だとなぜ理解する？分かっている、分かっているとも。だが俺は自らの心に従う。我は全人類の未来を背負いて神になりし者。我に歯向かうは大義への反逆。世界を危うくする汝ら、ここにて滅ぶべし。
ば気が済む。知れたこと世界を救うまでよ。黙れ。世界の苦しみを知るがゆえ泣いておる。我が世界を解き放てば全ての泣き声は収まろう。それまでどう泣いていろというな。行くぞ。
の思うままに全てを砕くか。だがそれで世界が救えるか。星の意志の集合体その力強大にして無変だからどうした。待て、アスラ。ミスラ様のそばにいてやれ。俺には似合わん。バカ者が。アスラよ、なぜ我は敗れた。わからん。なるほど、貴様にもわからんか。ならば致し方なし。ミスラ様、ミスラ様。おじさま。ミスラ様、私にはおじさまなどと呼ばれる資格はありません。もういいんです。ミスラ様、お父様はそこに。あなたを助けるために戦ったのです。しかし、やるべきことがまだ残っております。では。我らはこれより、最後の戦いに赴きます。行くぞ！ああ。青二歳とめめ、何時らに世界を背負う覚悟はあるか。怒りに捧げる覚悟はあるか。
ローマの根源にした星の意志、ブリトラ。12000年以上前に現れたそれを遥かに凌駕する巨体アスラよ、その怒りで世界をねじ伏せろ。母なる星を越えてゆけ。